皆さんの中でやっぱり目的論どうなったらいいか大事だなって思う人どられますか？ちょっと手を挙げないわけないですよね。そうはいいけど正直なかなか現場や生活で目的論なかなかできてないなって人どられますか？はい、実は朝活ってその人のためにあります。で、筋トレなんですよね。毎朝15分、昨日のプチアピーと今日のコミットを言うと、何が良かったかどうなったり、何が良かったかどうなったりってやっぱ言うことで、ぜひね、筋トレができるんで、自分は目的論バッチリって方は朝活別に出なくてもいいですけど、正直言ってる私も最初はね、面倒くさいって正直思ってました。でも出ると結構癖になります。なのでぜひね、朝活出てほしいので、朝活がどんな強かったかのシェアをちょっとさせていただきます。私4期参加したんですけども、正直和歌山から通ってたので Day1 Day2 で終了する予定でした。あ、ね、なんだけど、朝活が楽しすぎたんで実質 Day3 出ちゃいました。この仲間と本当にずっと一緒にやっていきたいなって思ったのでっていうぐらいの信頼関係が本当に毎日出たっていうのがあって、もともと私人をそんなに信用できない方の人間だったので、それを信用できるって思えた3週間だったんですけれども、ものすごく大きいなと思ったんで、もう少し自分がこれを参加するとどう変わるんだろうっていうのを見たくなって参加し続けました。で、あと人前で話すのがものすごく私苦手な方なんです。もともとが上がり症でもう手足がガタガタするし、言葉もガタガタなっちゃうんですけど、朝活ずっと続けたことによって割と人前でもすんなり喋りたいことがスルッて出るようになったりっていうのが、やっぱり何秒でスピーチしてくださいって言われるので、それに合わせてやることで生まれてきたりもするっていう習慣化がやっぱり大きいなと思います。それまで僕は会社勤めしてまして、ぶっちゃけ週4回接待みたいな、朝っていうか、まあ1時2時にタクシーで帰るみたいな生活してて、一方でなんかできるビジネスマンって朝が早いとかって物の本に書いてるんだよ、みたいななったんですけど、本当朝活のおかげで僕6時半だったんですけど、やっぱそのなんとか起きてみたいなルーチンができるようになって、まあでもぶっちゃけ2時帰ったらなかなかできない時あるんですけど、それでもそこにあると思うと朝起きれて、だんだんルーチン化してですね、今は実は6時ちょっと前に起きて、瞑想したりっていうヨガしてっていう一つのこう流れを1時間ぐらいでやるようになってですね、本当にまあ生活のこう節目きっちりできるようになって、朝すっきりした気持ちでこう次の仕事に臨めるってことができるようになりました。あとやっぱ仲間ですね、6期の仲間が実はずっと今続いてて、他の人も入ってもらったりして、これも実は朝活だから、僕は今朝3つやってるんですけど、朝ね話をして15分だけですけど、この15分もまたいいんですよね。さっと終わって、よし頑張るぞってなれる、そんな朝活って本当に良かったと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。